百0新尾神栄表少連は中国の北西の後主高抜きの左皇后、氷宿妃とも呼ばれる。元は皇后僕砂利の次女であった。要望が美しく、琵琶をはじめとした音楽や舞踊の才能に優れていた。僕砂利は高抜きの長愛を失った後、丹後の節句に高抜きに少連を献上し、俗名を合した。あとあるは少連を長愛して、生でも、 地でも一緒にすると誓いを立てた。祝日となり、皇帝と共に同じ馬に乗ることとや、同じ席に座ることが許される。竹平7年、高抜きと共に狩りをするとき、北州軍の侵攻の方が届いた。しかし、少年は、狩猟に吹けった。もう一度狩りをするよう願いを出して許可された。高抜きは、少年を左皇後,后にしようとしたため、 工業的頃も持ってくるように人々に命じた。また、少連と共に観戦する。しかしその時は、西軍は、衆軍の攻撃によりちょっと後退する。高抜きと、少連は慌てて、逃げようとした。超上山らは固く急めた。高抜きは耳を貸さず、少連と共に、行に逃げる。その後、再び西州に逃げたが、途中で、北州軍に生け取られ、長安に連行された。 高ぬきは、将連を返すようにお願い、北州の武帝は、老婆に過ぎない、どうして、あなたに、それをあげられないのですかと言ってその願いを聞き入れた。建徳六年、高ぬきは殺害された後、将連は武帝から大王うぶんたちに、下しされてその側室となった。うぶんたちに深く調和を受け、残言を行ってほとんどうぶんたちのひりしを死なせる。一方、 全部のことを忘れることはなく、琵琶をそうするときに過去に高抜きと付き合っている様子を、懐かし虫区を読んだ。海王元年、妖剣は皇帝に即位し、う分たちを含む北州の皇族のう分氏一門を皆殺しにした。今回が、李氏の兄である、李順に与えられた。李氏のせいで、李順の母は、少連を剣をした。少連は、自害を命じられた。 渓谷の美女とされている。当の時代の詩人の李松院が作ったの詩の中に、少蓮玉体横地による違法修身入り信用とある。後世の伝承では、体の曲線が非常に麗しく、体の温度は寒い冬では、劣化のごとくに暖かく、暑い夏では、玉のようにひんやりしている。あとある時は、自分だけでは楽しめないと思い、そこで、少蓮に命じて、 裸で机の上に寝かせて、大臣たちを招集して、共に彼女の美貌を見物する。ありがとうございます。